ウィストンレディス、2日目19日、中京ゴルフクラブ、石野コース、愛知県6573ヤードパー、71。国内女子ツアー今季12戦目は、強い雨の中で、第2ラウンドが行われていたが、午後2時11分に、コースコンディション不良のため中断。選手たちは、クラブハウスへと引き上げている。初日5オーバーと出遅れた、渋野日向子は、前半8番までを終えて、ノーバーに1ボギー。 トータル6オーバー89位タイはカットラインまで4打差と苦しい状況となっている。トータル7アンダー単独首位に岩井明愛。2打差2位タイに鈴木愛鳥花、韓国3打差4位タイには小岩井桜、山下美優が続いている。120人が出場している本大会。午前と午後の組に分かれて行われているが、この中断により、午後組のホールアウトは難しくなりそうだ。 決勝ラウンド進出へ渋野日向子は2日目パー発進。国内女子ツアー今季12戦目は強い雨の中で第2ラウンドが進行している。初日5オーバーと出を出遅れた渋野日向子は1番パー4からティオフしパーで滑り出している。ドライバーでのティショットはフェアウェイ左へ。2番目はグリーン右に置くと残りは10メートルほど。このバーディーパッドは入らずもナイスタッチで楽々パー発進となった。 現時点のカットラインまで4打差。予選通過に向けて残り17ホールでバーディーラッシュと行きたい。トータル7アンダー単独首位に岩井明愛。1打差2位に李花韓国。2打差3位タイには2週連続優勝がかかる、明愛の妹、千の玲山下美優、鈴木愛が続いている。今季3戦目のイボミ、韓国は75と振るわず、トータル13オーバー116位タイに沈んでおり、 予選落ちがほぼ確実となっている。渋野ひな子がソフトボールの神様と再会。貴重なプライベートショットがお披露目。初めてのゴルフ観戦でした。元ソフトボール選手、山田恵里さんが自身のインスタグラムを更新。渋野ひな子とのオフショットを公開しました。ブリジストンレディスオープンに行かせていただきました。と書き出した山田さんは、初めてのゴルフ観戦でしたが、ゴルフの深さをすごく感じました。とコメントを添え。 カメラに向かって満面の笑みを浮かべる渋野ひな子との貴重なツーショットをアップ。続けて動いているボール、止まっているボール、大歓声、静寂。その場でしか味わうことのできない空気感。心が動かされ、勉強になりました。と、初めて訪れたゴルフ観戦の様子を綴りました。投稿にはさらに、共に東京五輪で金メダルを獲得したソフトボール選手、原田のどかさんと渋野ひな子のマネージャーを加えた4人のオフショットも公開。 4人で食事を共にしたようで、この時の様子を原田さんは夢のような先日のお話。幸せな時間過ぎました。たくさんお話もできて、たくさんいろんなことを感じることが来できて、本当に学びしかない時間でしたと自身のインスタグラムで伝えています。ブリジストンレディスオープンは今日が大会2日目。 初日を終え、トータル5オーバーの110位タイと出遅れてしまった渋野ひな子ですが、上位進出と予選通過に向けて、二人の声援を背にここから巻き返しを図りたいところです。渋野ひな子久々大ギャラリーに緊張。初日110位、TO 幅で遅れて2年連続予選落ち聞き、ブリジストンレディスオープン第1日、米女子ツアーからスポット参戦している渋野ひな子24と西村ゆな22、 全州の大会に出場した西村は16日に帰国。時差ボケもあって、体調もゴルフの調子も今一つ。言い訳にはならないが、一応版 58ET の出遅れも仕方ないと見る向きは多い。西村が今大会に出場したのは、試合の日程上、日本で少しばかりゆっくりできることもあるが、たくさんのギャラリーの前でプレーしたい、ファンの皆さんに会いたいという思いからだ。 米国でも日本人ファンが会場で声援を送ってくれることはあるものの、その数は国内とは比較にならない。一方、渋野ひな子は予想通りの大ギャラリーを引き連れながら、首位に12打差の5オーバー110位ィーとボロボロ、単純に疲れました。左手痛のため練習できていないので、細かい感覚やタイミングがつかめなかった。渋野日子。 今季国内初戦の渋野日向子は米女子ツアーの7大会は全て最終日までプレーしている。昨年と同じく予選で姿を消せば週末のチケットを買った渋子ファンはがっかりだ。この日は信仰のある元ソフトボール東京五輪金メダリストの山田恵里氏がお忍びで観戦に来たことを喜んだが久々の大ギャラリーに上がったのか山田氏にいいところを見せようと力んだか。 いずれにしても世界最高峰ツアーのメンバーが2年連続の予選落ちでは格好がつかないぞ。